ム・シワン&チョン・ヘイン、スコットランド旅行で感激、新バラエティ、俳優は旅行中に、期待高まるミデイリー2023年8月23日20時写真イコール、JTBC 俳優のイム・シワンとチョン・ヘインがスコットランドへ旅立った。JTBC の新バラエティ、俳優は旅行中が、本日23日、韓国で初放送される。同番組は、1988年生まれの同い年のイム・シワンとチョン・ヘインがウイスキーと共にスコットランド各地を旅行するバラエティ番組だ。彼らはスコットランド旅行でスコッチウイスキーの蒸留所と世界最古のゴルフ場であるセント・アンドリュース・オールドコースを訪問すると明かし、期待を高めている。二人はスコットランドの伝統料理であるハギスをはじめ、多くの料理を味わいながら、エディンバラを満喫する。特にチョン・ヘインはレストランで料理を食べながら、やっと少し元気が出たと、意外な退職家の一面を見せ、皆を驚かせる。また彼らは、スコットランドの旅行に欠かせない、エディンバラ城をはじめ、エディンバラ市内でハリー・ポッターツアーを楽しむ。それだけでなく、二人は、エディンバラ大学内にある図書館をコンセプトにしたパブ、ライブラリーバーを訪問し、ウイスキーを味わいながら大学時代を語り、笑いを誘う。チョン・ヘインは、大学時代はビールをピッチャーで飲むことで耐えることができたと回想した。これに対して、イム・シワンは、僕は練習生の時までビールのピッチャーのみから抜け出せなかった。だから大学生たちを見ると、お酒をおごりたいという気持ちになると語った。さらに彼は、自身のデビューに関するビハインドまで公開する。チョン・ヘインは、以前から夢見てきた、バケットリストであるセント・アンドリュース・オールドコースを訪問し、心から幸せそうな様子を見せ、イム・シワンも、韓国では見られない、変わったゴルフ場の景色に驚いたと伝えられ、好奇心を刺激する。JTBC の新しいバラエティ番組、俳優は旅行中は、韓国で本日23日夜11時50分により放送がスタートする。元記事配信日時、2023年8月23日10時1分記者、イ・スンギル。